はい、どうも、まこです。今回ですね、僕のこの髪の毛の色を変えちゃおうっていう企画でございます。まあ、よくね、あんたの髪は黒くていい色だねってお年寄りの、ね、方からね、結構言われたりするんですよ。で、僕はね、その時ね、結構ね、心の中でね、おばあちゃんの白髪も美しい色だよって思ってたりしたんですよ。白髪とかね、こう銀髪っていうのにね、ちょっとね、憧れがねあるんですよね。でもね、まあ社会人になると、そんなね、派手な髪の色ってなかなかね、特殊な仕事をしていないとできないじゃないですか。で、今回はね、まあワックスをつけるだけで、まあ、このね、黒い髪の色が銀髪にこう変わってしまうというアイテムを見つけたので、ちょっとそちらの方をね、試してみて、銀髪気分をね、一日だけ楽しんでみたいかなっていうふうに思います。で、今回ね、こう使うアイテムなんですけど、こちらですね、はい、銀銅って言われる、これワックスなんですけど、シルバーヘアワックス、これを使うと髪の毛が銀髪になってしまうというアイテムでございます。ではね、こちらの方早速試していきたいと思います。あー、結構いい匂いしますね、これね。僕のね、髪の事情を話すと、まあ、一度だけね、ブリーチをしたことがあって、その時はね、金髪にしたんですよ。もしね、画像が見つかったらね、まあ、この辺に載っけときますね。まあ、大学生の頃だったんですね。まあ、その時はね、一回だけ金髪にしたんですけど、まあ、それからはね、まあ、そういう派手なね、髪色とかやったことなかったんで、ちょっとね、久しぶりなんでね、テンション上がってます。ちょっと見ててくださいね、はい、ちょっとこれ本当に初めて使います。まあ、適当にこのぐらい取って手に馴染ませて、真っ白ですよ、これやばくないですか。前髪あたりにつけてみますか。うわ、すごい、これちょっと濡らした方が良さそうだな。髪が白くなってますね、これ。うわ、これ本当金髪になってますね。猫が鳴いてどうしようもないです。大きくなりました。寿司です。あやばい、猫の毛がめっちゃついた。もうちょっとね、全体的につけていきたいと思います。後ろなんかね、ちょっと見えないんで、どんぐらいついてるかちょっとわかんないんですけど、髪に馴染んできた感じはありますね。これつけたのですけど、髪型をどうセットしていいかわかんないですね。流しちゃいましょうか、一回横に。普段あんまりね、髪のセットってこうワックスつけて僕しないんで、ちょっとどんな感じにしていいのかが。でもね、こんな感じでしょうか。はい、どうでしょうかね。後ろの方も結構毛染まってますかね。ちょっと見えないんで、僕全然わかんないんで、後ろの方がどうなってるのかね。ほんと銀髪になってますよね。すごいっすね、これ。これ簡単にね、シャンプーで落とせるみたいなんですけど、これ服とかにね、ついちゃうとまずいみたいなんで、皆さんこれ、もしね、やるときは、まあ T シャツとか、下にね、普段着てると思うんですけど、まあいらないね、服とか使った方がいいかもしれないです。服にね、このワックスの塗料がこうついてしまうんでね、汗とかかいたらバーってすごい色とか落ちてきそうですよね、この感じ。なかなかね、イベントとかないとこういうのって使うことないと思うんですけど、まあ、今回はね、ちょっとお試しで使ってみました。はい、こんな感じで仕上がりました。ちょっと寒いんでね、服着ていきたいと思います。はい、どうでしょうか。イケてる人っぽくなりましたかね。なんか漫画のキャラクターにこういうやついそうですね。ちょっとこれすぐなんか落としちゃうのもったいないですね。ちょっと外散歩してこようかな。なんかテンション上がりますね。はい、ってな感じでね、今回はこの銀髪のワックスを使って髪色を変えてみたっていう動画でした。もしこの動画がね、いいなって思った方は
グッドボタン、またね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴していただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。